続きましてジャパンで活躍中の山口由里子選手にインタビューしたいと思います。まず自己紹介お願いします。奈良県出身、奈良育ち、32歳、あ間違えました、若干32歳、山口由里子です。ちょっと笑いちゃった。昨日ジャパン東京大会で見事優勝されました。おめでとうございます。ザッス。やはり2日連続での試合は体力的には厳しいですか？いやちょっと足がむくみ気味ですけれども、ちょっとマッサージしてうまいことスイッチ持っていけたらなと思って、みんなしんどいのは一緒だと思うんで、あまり気にはしてないです。なるほど。こう、ナサ選手はなぜプロになろうと決意されたんですか？なんでですかね。いやでもきっかけはすごいしょうもないことだったんですけど、杉田和正選手、ジャパンプロの杉田和正選手の結婚式の幹事をやってて、ちょっとサプライズで撮ったって言ったろと思って撮りました。え、ライセンスを、はい、マジ、うん、ただそれだけです。でも撮ったからにはちゃんとやろうっていうのは決めてましたけど、撮るきっかけはそれだけでした。ただなんか喜ばしたり、やった、撮ったでみたいな、やったたでみたいな、やったたでこういろんな選手がいるみたいですね。はい。じゃあそんなしょうもない理由で取ったが、しかし、で取ったからには今後どのように、将来の目標というか今後どんなプレイヤーになっていきたいっていうのがありますか？いやそうですね、とりあえずそのまあ田舎町の奈良っていうところでやってて、やっぱり女の子のプロもすごい少ないですし、女の子をまず引っ張っていく、奈良全部を引っ張っていくというよりも、今結構奈良の中でもそういう動きも自分の中でしているので、ウェブ中継だったりとか結果とかそういうのを通して、ああいう選手になりたいなとか、いやここまでできるんだったら楽しそうだなっていう子たちを増やせるプレイヤーになっていきたいなっていうのは目標でやってます。なるほど。ちょっといいこと言ったね。ごめんのに困るねえ。いいこと言っちゃったよ。言っちゃった。じゃあ今日も精一杯頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なさちゃんでした。